してるね。誕生日パーティー前に行きたいところってファミレス？いつもと変わらない気がするのだけれど。まあまあ、パーティー前の小休憩ってことで。いや、実を言うと、みんなでこれやりたかったんだよね。ん？お子様メニューですか？ごめんごめん、その裏だった。お子様メニューの裏にある間違い探し。私最近これにハマっちゃって。あこ、それ知ってる。たまにお姉ちゃんとやるんだ。月ごとに内容変わるんだよね。そうそう、今月まだクリアできてなくてさ。どうせなら誕生日にみんなでやりたいなって思ったんだ。リサがそう言うなら仕方ないわね。ありがとう。この間違い探し、パッと見た感じ簡単そうに見えますが、子供向けの絵柄だけど実は難易度高いんだよ。一個見つけたわ。私も見つけました。あ、二人ともやる気満々だね。クリア目指して頑張ろう。クリアまであと一個なのに見つかんないよ。何度も注意深く見ているのですが、なかなかわからないものですね。よくあるのは意外と見落としてる微妙な差分系ね。大きさとか長さとか、そこみたいな。あったわ。クマが持っているフォークの長さが正しい絵と比べて短いわね。雪乃さんすごい。解くのに結構時間がかかってしまいましたが、なんとかクリアできてよかったです。みんな付き合ってくれて本当にありがとう。めちゃめちゃ嬉しい誕生日になったよ。でもこの後はもっともっと楽しいと思うよ。なんてったってリサ姉の誕生日パーティーだもん。そうだね、今井さんにはたくさん楽しんでもらえると嬉しいです。期待してるね。お誕生日おめでとう、リサちゃん。はい、リサチーに誕生日プレゼント。あやちゃんとお仕事した時に見つけてビビビってきたんだ。二人ともありがとう。なんだろう。開けちゃって開けちゃって。お言葉に甘えて。お、ジャムの詰め合わせだ。これはね、リサちゃんの誕生月のジャムなんだよ。ラベルをよーく見てみて。どれどれ、ほんとだ。8月のジャム、イチジクって書いてある。果肉がたっぷりですっごく美味しいんだよ。そうなんだ、素材そのままって感じ。いいね。パンとかヨーグルトとかにつけるの美味しそう。あ、クッキーに使うのもいいかも。そのまま食べちゃってもいいよ。確かに、まずはそのまま食べたいかも。二人のお墨付きジャム、今から食べるのが楽しみだな。本当ありがとね。次の企画をお楽しみに。やっぱりイブちゃんって面白い。
って決めた以上は楽しもう。一緒に素晴らしい舞台を作り上げようじゃないか。みんな本当にありがとう。普通に考えなければいいのよ。バンドをしたいって思った時のあの気持ちだ。やっぱり私たちも手伝いますから。普通に考えなければいいのよ。そうです、千里さんはすっごく他のみんなにも同じようなことを言われました。今日必ず諸君らの大切なものを頂戴しよう。リミリン、ゾンビにならないでね。そっか、二人は幼馴染なんですよね。なんて書いてあった？やべえ、テンション上がるわ。白組、突然だが、この麗しいお姫様をさらわせてもらう。期待してるね。